寺崎さん、現在としてはそんな緊張されてる感じはなさそうですか？そうですね、まあ、緊張はそんなにしてないですけど、やっぱりちょっとその普通の開催とはちょっと前回目の雰囲気も少し違うんで、うん、まあ、しっかり、まあ、まあ明日から多分緊張すると思うんで、うん、今のうちにしっかり休みたいです。その1レースのメンバーを見てというのはどうですか？村上さん、吉弘さんとまたって一緒というのは。そうですね、その村上さんと多分一緒になるっていう想定で来てたんで、うん、まあ、まあそれはまあ想定通りでも全然驚くことはないです、うん。今はいい準備というか強化指定の B の方でトレーニングが続けられてるんですか？はい、そうですね、まあ、B の方でやらせてもらってるんで、まあ、すごいいい感覚でやらせてもらってます、うん。もちろんその周りの見る目、デビューして、まあ、半年ちょっとすごく感じます、期待だったり。そうですね、まあ、期待というかそのオッズがすごい、まあ、自分が手が出たりはしてるんで、まあ、すごいそういった面でやっぱり感じますね。あとは同期生でデビューしてきましたけど、似てます、はい、まあ、なんですかだけ、はい、ちょっと、はい、見ました。ちょっとその、みんなの頑張りがやっぱりこう刺激にというか、まあ、そうですね、まあ、負けてられないっていうか、まあ、まあ、しっかり117期の代表として、しっかり結果を残していきたいと思います。もちろん本当に、吉弘さんとワンツー決めて、はい、いいアピールをファンに届けてほしいなと思うので、はい、ぜひ頑張って。はい、ありがとうございます。